ただいま恋愛中公演でさ、お披露目してさ、今恋愛禁止条例してるのもろいよね。なんかそのあのあれいっぱいあるんだなって感じ。そう、ポストカードもあるんで、セブンネットさん、はい、ぜひ。恋愛縛り、本当にしょっちゅう恋愛云々言ってるらしいよ。ウケるね。恋愛中言ってたら今禁止されてるらしいです。でもこれめっちゃ面白いんですけど、これめっちゃどうでもいいんだけどさ、全然話違うんだけどさ、今恋愛禁止条例になってから鉄の時のエンジンと変わったんですよ。でさ、いつも恋愛禁止って言ってるんです。そう、恋愛禁止条例公演だからね。なんだけど卒業公演だから、日向の卒業、あとミュンの卒業がありましたけど、の時は恋愛禁止じゃなくて恋愛解禁になるんです。めっちゃおもろいよね。確かに、まあ、現状の解禁禁止っていうのかちょっとよくわかんないんですけど、そう、恋愛禁止条例じゃなくなるんで解禁って言うっていう、めっちゃおもろいんですよ。おもろいよね、その日だけ変わるエンジン。そう、めっちゃおもろいよね。だから次は次はっていうのも変な話なんですけど、次はビビちゃんの卒業公演があるので、その時は解禁になります。じわるよね、めちゃくちゃおもろいんですよ。でも確かに解禁だからみたいな、なんかそう、それを恋愛禁止って言おうとして、でも禁止じゃなくなるじゃんみたいな話になって、卒業公演だけ解禁っていうことになったんですよ多分ね。面白いですよね。そこだけ変わるんですよ。普段は恋愛禁止条例なんですけど、愉快です。だから意外とあの最後のエンジンだねみたいな寂しさならないんですよ。あれ鉄の時努力、笑顔、絆か、そうそう、明るくいけるんですよ。で初日のエンジンとかさ寂しくなるじゃん、 H 一人じゃないやるって寂しくなるじゃん。じゃないけど、だからなんかそういう寂しいテンションにならないおもろいエンジンだなと思います。めっちゃ面白いですよね。いや本当にあの初日のエンジンはダメですよね、ずるいんですよ、毎回寂しくなる。最近パチャドラのために何らかこうあるので毎回寂しくなっちゃ う、毎回なんかうるうるしながらエンジンしちゃうんですけど、あの頭なんか意外といろんな公演やってきたんだなって思います。まだ全然少ない方ですけど、少ないなりにいろんな公演したなって思いますね。そう、恋愛中なんか久しぶりにやりたくなる。ね、シアターしたいですよね。シアター公演大好きすぎて。あ、ガーター公演ね、懐かしい、ありましたね。幻の。
幻のガーター公演。もう全然出れるじゃんね。あの時は出られなかった公演ですけどね。なんかさ、こうやって配信で見ると髪明るく見えるね。くない？暗いんですけど。耳出してるの珍しくない？確かに配信で出してるの珍しいかもですね。ねえ、シアター楽しかったな。あの数人に気づかれたんですけど、そうです、あのこの間の撮影のタイミングでもう一回染めました、私あの握手会の後数名気づかれたんですけど、あ、やっぱ気づかれたって思ったんですけど、はい、マジでアホみたいなスパンで髪染めてて、本当になんかさすがに反省いたします。やっぱはい、やっぱ染めてます。でも多分その撮影してたよーみたいなストーリーくらいしか、くらいの分かる写真を今まだ出してないので、いやもうね、本当に髪は痛みますよ。反省します。痛みつけまくっててなんですけど、やっぱちょっと明るくてちょっと気になって、いや普段だったら全然いいんですけど、撮影のタイミングだったのでと思って染めました。夜にみんなに会った後に染めに行った。やばくない？次の日マネージャーさんに活力えぐって言われた。イエーイ。そう、もうそのタイミング、そこしか時間がなかったので行くかと思って行きました。楽しみに。でもそんなに別に黒にしたわけじゃなくて、あの暗めにしただけなので、だから今普通にあのちょっと暗め茶色くらい、全然茶色、なんか本当に地獄のように髪あの抜けるのが早いんですよ私。私地獄のように早くてですね、なのでやっぱね、あの撮影はさ、あのまあ需要とあれがございますのでそんなにね、なんか明るい色で撮ってもなぁと思ってちょっと暗くしました。全然そんな気はなかったんですよ私も、なんですけど、さすがにと思って。だよね、フィルター通しちゃうと分かんないんだよね。なんか分かりやすいので撮ったら多分分かるんだろうけど、あ、分かりやすいのないのかな。なんかオリジナルってやつ私好きじゃないんですよ好きじゃないんですよ。
マックス明るかったのは最近じゃない？つい最近一瞬ハイトーンしてたので、ハイトーンっていうかまあ色抜いてたので分かんないな。分かんないや。ダメだ、分かんない。撮ってみたけど分かんない。でもそう、あのだから皆さんに会った時はそこそこ明るいくらいだったんですね。まあそのハイトーン、ピンクのハイトーン時期よりかは暗いけど、でも結構明るいねって感じだったんですけど、みんなに明るいの好きって言ってもらえたんでちょっと嬉しかったです。私は私は嬉しかった。とっても、あ本当と思って、ならいいや、嬉しい嬉しいでございました。私が基本髪明るい人好きなんですよ。明るい人って言い方変なんだけど、基本茶が好きな人なので、だからなんか分かんなくて、どっからが明るいなとか、どっからなんかちょっと嫌な色に見えるかなとかが分かんなくて、でも好きって言ってもらえたんでありがたかったです。そうなんか、なんかなんだろう、暗くするんだとかいう話の時もあれでも明るいの好きなんだよねとか言ってもらえたんで、お世辞の明るいがいいじゃない言い方変すぎるんだけどさ、なんていうの、その明るいのどう好きだよはちょっともうさ言わせてる感あるじゃんじゃないのも言っておられたんで、それはちょっとありがたかったですね。はい、信憑性というか あ、もうちょっと、どこ行っちゃった。あ、こっちね。タブレットの光で明るく見える、間にスマホあると暗く見えるよ。ほんと？あー、なるほど、ほんとだ。こんくらい伝わってんだかわかんない。そして前髪が長い。前髪が長い、嫌だ。しとけば気にならないか。前髪長赤い目のがしっくりくる感じある。あんま嬉しい。あれさ、ほんまってめっちゃ言っちゃうんだよね。やめようってやめようって思ってんだけどさ、言っちゃうんだよね。本当でいいのにさ、ほんまって言っちゃうんだよね。よくない。めちゃくちゃエセじゃんって感じするじゃないですか。そうです、エセですって感じ。なんか友達もう関西の子いるんですけど、またエセ言ってるよってしかもその子と喋ってると美容で映るのよ。だからちょっとね、よくないねよくないね。光の速さで映るんですよ。でもまあ普通に博多弁っていうのかもわかんないんだけどさ、博多弁と関西弁もまあまあ似てはいるじゃないですか、ところどころ。でもそれもあってベースちょっともうさ、すごい入ってきちゃってるからさ、本当にね、良くないんですよ。やたら映る、本当にそう。
や本当にミックスどこの人ってくらいにミックスしてます。多分敬語だったりとかするとあんま出ないんだけど、なんか普通にタメ口で喋ったりとか何も考えずに喋ってるとめちゃくちゃなんかいろんなの入ってる。なんとかやからとかめっちゃ言っちゃうし、なんとかだからもうなんとかやんとかなんとかやしとか、だからなんか濁点使わなくなったなって思います。逆に標準語って濁点多いなって思う。なんか無駄に点々使う無駄に口回す気がする、あの標準語って。だから多分ちょっと口がめんどくさくてこう徐々にね入ってきちゃうんですよきっと。よろしくないんですけど、なんか不思議なことにさ外の方が涼しくて家の中のが暑いんだけど、なんで風入ってこないんだなこの部屋、どうしたいつもすごい風入ってくるのに今日は違うんだな、ね、外風あって気持ちよかった。すいませんバギってよくない、手首ねバキッてやるのよくないなって思っちゃうんですけど、手首ってなんかさずれない、すぐさバキッてやっちゃうんだよね。リュックからう、からうは言わない、しょうっていう、リュックしょってうんしょうって言う。ありがとう、6周年ありがとうございます。え、わかんない、あれね、ほんま、あ、ほら、またやっちゃった、よくないよ直す気どこ、しょ、リュックしょって、ランドセルしょって、背負ってではあんま言わないね、背負うだけど、本当はしょってって言っちゃう、リュック背負って、多分ちゃんと言ったら背負ってなんでしょうね、背負ってって言っちゃう。指はあんま鳴らさないんですけど、ポキポキ、まあ、たまーにずれてんなーって思うとやるけど、そんなやんないんだけど、手首めっちゃいっちゃうんだよね。やっぱしょうだよね。スプラはまだ全然ですよ。こうやってさ配信でスプラやってもさ怒られないの？でもスプラ私口悪くなるからやるべきじゃないんだった、間違えた、なんでもないです。私本当にスプラだけはびっくりするぐらい口が悪くなるんですよあ、怒られないんだ。だからちょっとねできないなって思う。今全然すぐここにあるからすぐできるんだけど、あ、音が鳴んなきゃできるのかな。私なんかスプラだけなんだよね、あのエペとか何ですか、もう荒野とか COD とかそういう感じのこううつ系のやつやるんですけど、そういうのはあんまり別になんないんですけど、スプラだけはなんか本当に、ね、よくないびっくりしちゃうんですよね。だから本当になんか
大丈夫な人とじゃないとできない。あの本当に口悪くなりますって言い分かってる人じゃないとできない。恥ずかしい。あー面白い。そうすごいね、一気にね悪くなるんですよ。え、一回一戦だけやったらそんな時間にならないもんね。え、でも多分一戦だけでそんなにバレないと思うよ。うわっ、危ない危ない危ない。あのなんだっけこれ、スイッチにずらされた。ここにあるんですけど、ちょっと昨日コントローラーこっちに出してたからさ、音出さなかったらいいんだ。なるほどね。気をつけよう。ちょっと一戦だけしますね。でもこれさ見れないからさ分かんないよね。伝わんなくない？多分違ってるの。長いんですよこの序盤、頭が。でも今ね本当にね、あの初期すぎて、まあ、全然初期なんですよ。だから激弱なんですまだ。鼻かゆ。違う。ちょっと可愛いでしょ。いつの間にか色が変わってた。いや違う、なんかうちのこれ壊れたんですよ。これなんていうのこれ。でしたらいつの間にか変わってました。まあ帰ってくれてたらしくて、気づいたら変わってた。ピンクと黄緑かなんかだったんだけど、あ、ジョイコン外派っていうのはあのね、昨日はテレビにつなげてやってたので外しててそのまま放置してたんでちょっと外してます。どっちでもいい正直。あ、でもジョイコン外した方が好きかも。あのね、画面でこうやってなるの嫌いなんだ。これで誰かとさマッチしてたらめっちゃ面白いよね。でも全然あると思うんだよね。始まった。待って、音ないの激ムズくない？もしかして、もしかしてなんだけど、無理無理無理。待って、どこ、ここ、私今どこにいんの？え、なんこれ、え、全然敵おらんねんけど。待って、どういう状況？あ、無理無理無理、やめて。あー、やだやだやだ。あー、あ、相打ちしちゃった。あ、そう、あとすっごいなんかね方言出る多分。どこ出身の人間やねんかって感じなんですけど。はい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 、いいよ。え、なにこの、どこに行けばいいのこれ、意味わかんないんだけど。ちょっと迷子。こんなところもあるんですか。了解です。すごいですね、ここ初めて来ましたよ、ここ。私おかげで、ここ今私はどこにいるのか分かってない。待って、めっちゃいるじゃん。あ、ごめん。
ってなんかすごい来てん。あ？見て見て見て本当にそういうのやめよう。あ、やだ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 。あかん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 。はあ、誰だ恥ずかしい。ねなんかえちょっとびっくり攻め込まれてるんだけど大丈夫そう？ちょっとみんな知ってる？気づいてる？ねなんかいるじゃんいるじゃん目の前に。ありがとう。そっちの方、あ、え、待って後ろにいるの、待って待って、ね、ね、それ嫌いなの本当に。いや、そうあのね、私ねずっと喋ってるのスプラやってる時、あのね喋んないとできないの。だからやばいやつなんですよ。喋らずできたらね別に平気なわけよきっと。ねほらだからさ、え、こんなん絶対負けんで。かん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 、頑張る、待ってちょっと待った頑張るわ。こっち行ったらいいんじゃん。え、どない、え、どないなってんこれ。あ、なるほどね、理解理解理解。あ、ね、無理無理無理、後ろにいいんじゃん。やばい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 、待って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 、本当に無理本当に無理。いやだ無理。一戦終わりました今ので。まあそうですよね、知ってたよ負けた。はい、こんな感じです。こんな感じで、あの本当にずっと喋ってます。はあ、あ、間違えた間違えた、あ、待って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 、間違えた本当に間違えた、続けるっておっしゃった。え、これ出れないの、え、帰れないのこれもしかして。え、ま、全然マッチングしなくていいんだけど。ね、違う違う。え？バトルを開始しますって言われちゃった。待って、やめてよ。やっぱ30分だからまだいいか。ごめん、許して。ちょっと間違えた。シンプルに間違えました。ごめんなさい。はあ、ごめんな。ちょっと始まってしまった。のでもう一回します。もう一斉します。すいません、そんな気はなかったんですが、すいませんでした。なんかいつの間にか2戦目が始まってしまいました。ねえ間違えたし意味ないし本当に。どこにいんの、あっ、やっぱその武器いいよねだよね、やっぱりそれいいよね、おすすめ。こっち側にいることは分かってんだよ、分かってる分かってる分かってる、大丈夫大丈夫、やめよう。え、待って待って、これどこ行ったらいいの私。あ、やだやだやだ、え、敵おらんやん、どこ、あ、いたいたいた、なんかそう、おい味方全然自分らの陣地塗っとらんやんけ。おいおい、ちゃんと塗りたころペンタコルしてくれ。なんか、え、待って、めっちゃ塗られてね、ちょっと待って、やだやだやだ、どこにいんの、やめよう。はい、ピューン、はい、到着。
いるね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 。ああまあそうだよね、相打ちになるよね今のは。ごめん知ってた。まあ相打ちなだけ許してみたいな気持ちで。はい。あ、待って急に現れるじゃん。ごめん急にでかい声出した。あかんってちょっと、え、そろそろばいいよ。知ってるけど行くよ、頑張る、いいんだ別に。さっきも君倒したわ。あ、あ、あ、うわうわうわ、マジ口悪い、やめ。ねえ待って、塗りたくるペンタクルしないとやばい。ちゃんと塗ろうか。やばい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 、終わる終わる終わる、落ちよ落ちよ、やばいやばいやばい、待って負けちゃう負けちゃう負けちゃう、よくないよくない、やばうん、そうだよね。いやでもちょっと僅差だったな、悔しい。もう2連敗なんですよ、疲れた、連敗。ごめん知ってたってゲームでよく使うよね。本当にやめるやめる、はいやめました。てなわけで2戦しました。こんな感じ、こんな感じに私はずっと喋ってます。はい、あのずっとこれやってると本当に喋んなくなるんで一回やめます。こんな感じでした。ま、そんな気になってくださる方がいるならまたいつかします。違うだ、え、こっちか。はい、こんな感じ。熱い熱い、まだまだ平気だったと思う。気持ちまだ無事だったと思うんですけど、どうでした、言ってました。言ってたかな、どんくらいお騒ぎしてたかちょっと分かんない、自分でも。コントローラーの色かわいいっすよね。疲れた、負けたよ。チナチナ2連敗したよ。どうでした、お口悪かったですか。あ、ほんと全く問題ない、あ、よかったよかった。どないやねんって言ってた。え、そうなの、めちゃくちゃ関西弁出るんですし、なんか本当にね危ないんですよ、抑え気味です。頑張りました、だって配信してるって自覚があるから。これが勝手に、あ、なんていうんですか、自分が配信したいと思わずに配信されてたらもっとひどいと思うんですけど、はい、だから本当に友達とやってる時とかたらちょっとやばいと思うけど、でも配信してるってのは分かってるから、まだまだどこかであの冷静なんですけど。まだまだ、あ、でも今度あかりとやろうって言ってるので
そうだ、あかりと私フレンドなのかな。見よ、あかりちゃん私フレンドじゃなかったら送っとこう。あ、多分違うね、送っとこう。ほんまどない、あかんやば、全然に関西弁でめっちゃ面白い。なんでなんだろうね。あ、どこ、あかりちゃんあった。あ、違うな、あれ何、あれ、あ、そうだ、私がいいや、 LINE で送ろうスプラの話してないと思ったら、私があげたストーリーにあのスプラ載せたじゃないですか、にやろうって送ってくれてたんだった。やっぱりフレンドコード送っとくねってでも意外とスプラやってるぜ少なくて、だからお胸とくらいしかいないかも。誰とやったっけ、動物の森をみんながやってた時はすごくみんなでやってたんですけど、ここは多分、一緒にやった記憶ないです。多分チグハグハグチグハグ突然チグハグが頭に流れてしまった。テテテテテテテ、天気に違う歌って、そこしか知らないんでちょっと歌えないんですけど、よいしょい。ね、みんな何やってんだろうな、あんまゲームしないのかな。でもなんか改めてすごく私なんか戦うゲームばっかしてるなって気づきましたなにエペなりスプラなりなんか打ってばっかだなって思ったでもスマブラはしてないんですよ。あとね、デッドバイでデッドバイディーライトみたいな、なんだっけ、はちょっと怖くて、デッドバって言われるやつ怖くてできなくて、なんでこういうのがエペよりむずいんです私的に。だから COD かエペですね私は基本。 COD も全然してないんでほぼエペだけなんですけど、
基本ほぼしてない、一応入れてるって程度。あとはなんか本当に平和に、なんか平和なことしかしてない。なんか何パズル系のやつとかナンプレとかめっちゃ頭使うものたち。でも基本別に私ゲーム上手い人間じゃないんです。めっちゃゲーム下手くそなんですよ。そう基本下手なの本当に嫌なんだけど、だから別に強くないんで。あマリカ持ってないんだよね。マリカは弱くないよマリカは弱くない。昔はマリカ違う普通のマリオブラザーズの方本当にできなくて、友達とやってたんです昔ね、ちっちゃい頃たまにやってたんだけど、私が本当にできなさすぎて、基本友達にでシャボン玉になって連れてってもらうっていうシステム取ってて意味ないんですよ本当に役立たずすぎて。だからなんかギリギリまで頑張るんだけど無理と思ったらシャボン玉になってはい連れてってってやってこうやってシャボン玉ってこうやってフリフリするとこうついてくんで、はい連れてってってやってやるんですけど、たまに友達がやべってなってシャボン玉になるタイミングととか友達がやられるタイミングと私がシャボン玉になるタイミングが一緒になって、同時にシャボン玉になったら死んじゃうんで本当にやめてっていつも言われてた本当頑張ってっていつも言われてたごめんいつの間にかシャボン玉になってるから、えっやめてくれる。私が本当に無理なとこはもう友達が進んでって「はい自分の前になっていいよ」って言われて「はい」っつってついてってポンって弾かれて、また友達が頑張って「はいなっていいよ」って言われて「はい」ってやってた。超意味ないよね、びっくり意味なくて、なんか冷静になるとすごく笑える。やる意味あんのかそれって感じ。まあでもそれは小学生くらいの話、全然やってないよマリオ。マリカも全然してないな。Wii とかは持ってたんだけどスイッチになって持ってなくて、そうだから誰かんち行ったりとか誰かが持ってるやつとかしかしたことないんで、そうしてないんですよね。ね今ならマリオもできると思うはずはずできるはず、あの頃よりは。でももう知らんコースばっかりなんだろうな。めっちゃおもろいんだけど危ない、今名前落とした、姉の名前を言いかけました。じゃなんかストーリーにさ質問箱なんていうのあれ、質問ボックス、質問コーナー、質問返し、何あれまああるじゃないですか。それを設置してたのでそこでトリートメントの話をしてたんですけど、そしたら今姉がそこにヘアトリートメント気になりますっていうコメントを送ってきてたことに今気づきました。
んかたまにね、そうやって普通にねそこにコメントしてくるんですよ。めっちゃおもろいよね。めちゃくちゃおもろいんですけど、個人的に。爪が伸びてるのバレるわ、本当にこの音がねすごくなるんですよ。なので今ご紹介しました姉に、こちらです。まあさっき載せたのそのまま送っただけなんですけど、落ちようとマジでいい。美容師さんに勧められて、お誕生日だったのでくださったんですよ。で1個使ったらめちゃくちゃ良くて、なんか本当に言い方悪いけどホテルとかのガスガスになるシャンプーリンスでもとりあえずあいつ使っとけばサラサラ保ってたんですよ。そう、なんかめちゃくちゃ良くて私の髪には。だからもう一個買いました、なくなったんで。でもまあそんな別にしないからいいやんと思って、はい、買っちまった。そう、でも本当に全然ねそんなにね高くないくて、そう本当に私消耗品にお金かけるの本当に嫌いなんですけど。あと9分で終わるってよ。びっくり。びっくり。予想外の買い物とかよくしますか？いや本当に消耗品って言い方変だけど、そういうこう普段使うものをいただけたらめちゃくちゃありがたいんですけどね。でもまあだから消耗品じゃないけど普段使うものをいただけるのはとてもありがたい。なんだっけ、すぐに買い物、あ、今日全然なんか別に買い物する気なかったんですけど、用事があったのでお仕事終わりにちょっと外に出たっていうか、帰りに寄ったらなんか雑貨屋さん寄っちゃって、でちょっと末期だった携帯ケースを買いました。え、全然ただとりあえず安いやつなんだけど、なんか急に気分で、あ、これなら買えてもいいとか思って急に買っちゃった。ただ安いやつだけど、でもここに挟むもの持ってないんです私特に。そうだから何も入れるもんないなと思って、今は何も入ってない。プリクラ入れるのもなと思って、なんか何の時のプリクラ入れようみたいな感じになっちゃうんで。そう、でもクリア、まあ、今はいいんですけど、クリアにしちゃったおかげでここに何も入れれないんですよ。この適当に入れときたいものやっぱ黒の時って隠せるから何でも入れちゃうんです。そこにとりあえず取ったプリクラ入れとくしとか、とりあえずホテルの、カードルームキーカードキー挟むしとかしちゃうんだけど、それが何もできないんですよね。どうしようかな、なんかいいのないかなみたいな思いながら、特に入れるもんないなって思ってます。何がいいかな、ヴェルディのシールとか欲しいな、可愛くない？何がいいんだろう、でもヴェルディのシールとかさどこで買える？どこで買える？と言って、シールステッ
カっていうの、ああいうのって。あの辺は可愛いですよね。みんな何挟むの、こういうやつに。気になる。GDC のステッカーとかね。みんな何挟んでるの。いやまあそうだよね。そう買ったらさ、服買ったらもらえるみたいなの多いですよね。メーカーゆえ。普通に服欲しいんだけどさ。まあ何も入れなくてもいいんだけど。え、絶対私結局まあ何も入れなくていいかに落ち着く、絶対。もうその気しかしてない今、自分でこの話をしながら。なんかいい感じのに出会わん限り。え、でもなんか時にね、あ、これ挟もうとか思ったのあったんだけど忘れちゃったな。何だったっけ。ダメだ。ダメだ。結論挟まない。そんなこと言ってたらあと4分で終わっちゃうんですけど、まあおしゃべりしましょうって回だったんでいいんですけど、え、かわいい。何今サンリオなの？サンリオコラボ中なの？今知ったんだけど。なんかサンリオのやつが出てきた。あ、57分だ。ランキング読みまーす。読みまーす。はい、行きまーす。はい。13位たくみ18さんありがとうございます。12位平長さんありがとうございます。11位アランさんありがとうございます。10位イッチーさんありがとうございます。9位ユンユンさんありがとうございます。8位クロちゃんありがとうございます。7位ラブミクリンさんありがとうございます。6位タカさんありがとうございます。5位ケンタさんありがとうございます。4位ゴンタちゃんありがとうございます。3位レイさんありがとうございます。2位イージャさんありがとうございます。そして1位波乗り大ちゃんありがとうございます。ありがとうございました。皆様遅くに配信しましたけれども、お付き合いいただき、スプラ見ていただき、そして周年6周年一応あのお祝いしていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。そしてあとはなんだあとはなんだ、どうやって、あとはうん、本当にあとはなんだ、ちょっとわかんないや。はい、そんな感じでした。ダメだ、何の話とか覚えてないや。はい、あくびれそう、あくびれた。ちょうどいい、寝ろってことです。寝ましょう皆さん。あ、してあと2分後に日付変わってブブカさん発売日ですので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。あ、そう、ぜひアンケートとかもよろしくお願いいたしますです。ではわけで皆様おやすみなさいませ。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。バイバーイ。